A-3 とは1930年代にアメリカ合衆国ノベル研究所が開発した秘話装置で主にアメリカとヨーロッパの首都間の秘密通信に用いられた。第二次世界大戦初期にはイギリスのウィンストン・チャーチル首相とフランクリン・ルーズベルト大統領との会話などの重要な通信のためにも使用された。その後、シグソリーのような強力な音声暗号化装置が 開発されたため、機密度の高い通信には用いられなくなった。1930年代、アメリカとの大西洋や太平洋をまたぐ、音声通信には、短波の無線通信が使われていた。無線通信は、受信機さえあれば、誰でも盗聴できる問題があるため、1920年代に、スクランブラーと呼ばれる、秘話装置が発明された。 この方式では音声を周波数の異なったいくつかのサブバンドに分割しサブバンドの配置替えや個々のサブバンド内での周波数の反転を行うことで元の音声の内容を理解できないようにする A-3 はアナログ方式のスクランブラーで音声を5つのサブバンドに分け一定時間ごとに反転配置替えパターンを変えることができたサブバンドの周波数や反転 配置外のパターンが分からなければ元の音声を復元できないため開発された当時としてはそれなりに有効なものだったニューヨークやワシントン DC とロンドンやパリなどヨーロッパの大都市を結ぶ海線及びサンフランシスコとハワイ、東京を結ぶ海線での重要な音声通信のために使用された A-3 は政府交換間の通話など高い機密性の 要求される場合によく利用された。1939年9月1日の第二次世界大戦勃発時、フランス駐在のアメリカ大使ウィリアム・シーブリッドが、ルーズベルト大統領にこのニュースを知らせた際にも A-3 が用いられた。第二次世界大戦の最初の頃も A-3 は、アメリカとイギリスとの間の秘密会談などに使われ、続けた。 この装置は単純な盗み聞きの対策としては、それなりに有効だったが、1920年代の技術であるスクランブラーの原理は一般に知られていたため、十分な時間と分析機器があれば、専門家がスペクトログラムなどで分析し、処理方式の解析を行うことは難しいことではなかった。アメリカの専門家と政府の関係者は盗聴の危険性について警告し、 それを受けて1940年頃からベル研究所で全く新しい火話装置の研究が開始された。反対にイギリスと敵対するドイツではアメリカイギリス間の火話通信の内容を盗聴する準備を始めていた。1930年代から旧ドイツ郵政省では電話用の火話装置の研究を行っていた。第二次世界大戦の勃発により 敵国の秘話通信の解読研究の重要性が増したため、秘話装置のエンジニアだったフェッターラインを解読研究に割り当てた。フェッターラインは最も重要性が高いと思われるアメリカ、イギリス間の通話の解読を研究対象に選び調査を始めた。フェッターラインはイギリスからの秘話通信の電波を一番よく受信できる場所として当時占領中だった。 オランダ南ホラント州のノレッドウェイク近郊の海岸を選び、そこにあったユースホステルに受信局を設置し、処理方式の解析を開始した。旧ドイツ郵政省は、以前からアメリカとの重要通信のために A-3 を所有しており、基本的な処理方式は分かっていた。受信した信号を解析し、スクランブラーで使われている5つのサブバンドの 周波数と36パターンを1周期とし20秒ごとに変わるサブバンドの反転、配置替えパターンを調べることで会話内容の解読ができるようになった。1941年の秋には24時間体制で連合国側の会話をリアルタイムでモニターできるようになっていた。フォルシュングスステルの名称で呼ばれたフェッターライン配下のチームはスクランブルされた。 会話の内容を解読して録音し、何人かの優秀な翻訳者が、その会話の重要度を判断にして、内容をすぐテキストに落とし暗号化して、ベルリンに送信した。最初は、会話内容をドイツ語に翻訳した後に送ったが、後に受信状態の悪さによる聞き間違いや、翻訳ミスの問題を避けるため、英語でそのまま報告する形になった。 受信する会話の数は1日60通話にも上った。これらの会話には、チャーチル首相とルーズベルト大統領との会話も含まれる。チャーチル首相は電話まで昼夜関係なく、ルーズベルト大統領を電話で呼び出したと言われている。1943年になり、海岸付近のレーダーサイトなどが連合国に攻撃されるようになったため、フェッターラインのチームは、 オランダ南東部にある北ブラバント州の小さな町バルギンサードに移動した。町の北部の森の中にレンガとコンクリートと厚い鉄の扉で守られた建物を作り、その中で盗聴活動を続けた。戦況の悪化に伴い1944年には、さらにバイエルンに退いたが、受信環境が悪く十分な盗聴ができなくなった。火は装置シグソリーの。 モックアップ第二次世界大戦が始まる前後から A-3 の脆弱性はアメリカの専門家や政府関係者の間で認識されていた A-3 経由で通話を行う際回線のオペレーターが利用者に対し盗聴についての警告メッセージを流すようになった百四十一年十二月七日の朝日本の外交暗号の解読により日米回線が 避けられないことを知ったアメリカ陸軍のジョージ・マーシャル大将はハワイを含む太平洋方面の各部隊に警報を発令する決定を行った。当時ハワイへの最も迅速な連絡手段は A-3 を用いた電話回線だったが A-3 の脆弱性を知っていたマーシャルは日本に 情報が漏れることを恐れ、A-3 を使用せず、情報を暗号化し電信で送ることに決めた。この連絡は、真珠湾攻撃が終わった後に届き、警報の連絡は間に合わなかった。より優れた、秘話装置の必要性は、バトル・オブ・ブリテンが始まった1940年、夏頃から認識されており、1940年に、ベル研究所で、 新しい日話装置の研究が、プロジェクト X の名称で開始されていた。このプロジェクトの成果として新しく開発されたのが、音声暗号化装置シュグソリーである。この装置は、世界最初の実用的なデジタル音声、通信システムであり、また音声通信と、近代的な暗号とを組み合わせた、最初の装置でもある。暗号化方式は、バーナム暗号を応用したもので、 共通鍵には、ワンタイムパッド方式が用いられた。この方式の盗聴による解読が不可能であることは、当時ベル研究所にいたクロード・シャノンが証明した。シグソリーは1943年7月に、ワシントンとロンドン間で運用が開始され、その後は、北アフリカ、パリ、ハワイ、グアム、オーストラリア、および、マッカーサー将軍が移動中に司令部があった戦場と、 終戦直前のマニラに設置され、また終戦後はベルリン、フランクフルト、東京にも設置され1946年まで使われた。アメリカ・イギリス間にシグソリーが用いられるようになるとドイツが盗聴を行っていた連合国側の A-3 による重要通信の数は急速に減少した。ドイツのフェッターラインらもこのことに気がつきアメリカ・イギリス間に 他の電話回線が存在すると結論づけている。しかしシグソリーの存在は極秘事項として扱われ一般に知られることはなく、またシグソリーの信号を受信したとしても解読は不可能だったため、フェッターラインのチームは十分な成果が得られなくなっていった。ABCDEFG ワイヤレスセキュリティ、モデルズ、スレッツ、アンドソリューション。 P255 ABCD Wireless Security Models Threads and Solution P253 AB Wireless Security Models Threads and Solution P254 AB 暗号辞典 P6 JV Boone RR Peterson Sigsory The Start of the Digital Revolution ナショナルセキュリティエージェンシーセントラルセキュリティサービス2011年9月14日、閲覧。ABCDEFGP、ウェデン、シグソリーストーリー。ナショナルセキュリティエージェンシーセントラルセキュリティサービス2011年8月1日、閲覧。ラルフ・エル・ミラー、プロジェクト X、ザ・ビギニングオブザ、デジタルトランスミッションエイジ。 2011年8月1日閲覧。ミリタリー・コミュニケーションズ、from ancient times to the 21 short tone century ピアニッシモ409から410ありがとうございます。